どうも皆さん、工藤でございます。今回もクドラジ聞いていただきありがとうございます。今日はですね、水曜日ということで、私もお仕事でございます。はい、まあ今週3日間水木金ですね、行ったらまた4日間お休みとなるんですけど、まあちょっと3日間はね頑張りたいなと思っています。で、今日は4月10日ですか、4月10日ですね。はい、ということで、ついにですね、今日の本題とはちょっとあまり関係ないんですけど、私が大好きな、ココクレのですね第4巻がついに発売しまして、まあつい先ほどねポチらせてもらったんですけど、まだ全然読んではいません。はい、皆さん読みましたか？まあ前回のねそのココクレの配信、見てみると、まああんまり再生されていないというね状況でもあるので、まあやっぱりあんまり興味ないのかなみんなって思いながら、はいっていう感じでいるんですけど、まあ私個人としてはめちゃくちゃ楽しみに、まあ、待ちに待っていたという感じなんで、まあ、ちょっと時間見つけてねゆっくり読み進めていこうかなと思います。何やら第1章がこの第4巻で終わるというふうに書かれていて、まあその第1章とか第2章とか、まあそういうあれがあるんですかね、よく分かってないんですけど、まあ第1章が第4巻で終わるらしいんで、どうなっちゃうのと。いやでもね、本当第4巻を見終わったら見終わったで次の巻がもう早く来ないかというふうにね、多分うずうずするんでしょうけどね、ちょっとゆっくり読み進めたいと思います。なんかあんまりねこう一気にねガーって読むようなタイプの作品ではないかなと個人的には思ってるので、まあ、ちょっとずつちょっとずつね、なんか楽しみを小分けにしながら楽しんでいきたいなと思ってます。はい、まあ、そんなココクレの発売日4月10日なわけですけど、今日はですねまあちょっと今私が考えてることというか、まあ、まだね全然決まった話ではないんですけど、今悩んでるほどでもないんですけど、ポートフォリオのサイトをちょっと立ち上げようかなとちょっと思ってて、まあポートフォリオとまで行くとちょっとなんか大げさな気もするんだけど、今ね私がちょっと直面してる一つの問題として、まあ最近ピクセルアートにハマっているって話は多分散々してきたと思います。でもう全然っていうか、もうバチバチにハマっています。うん、まあ、ピクセルアートっていうよりかは、まあ何だろう、画像生成 AI を使った画像生成にちょっとハマってるというか、まあ、その中でも特にピクセルアートにハマってるっていう感じですかね。まあ、いろんな人の、まあ、ノートとかね、はい、ブログとか見て、あ、こんなことできるんだとか、なんかね、すごい人の作品見て、ちょっと落ち込んだりとか、いや、こんなん俺に作れねえよとか思いながらね、うん、で、こんなの作るためにはどうしたらいいのかっていろいろ調べたりとか、まあ、していて、で、基本的に作った画像に関しては、もうリンクトインの方で、上げております。はい。なので、まあ、リンクトインを、まあ、フォローしてくれてる方、私のね、アカウントをフォローしたりとか、まあ、つながってる方に対しては、まあ、こんな画像を作りましたよ、みたいなのは、まあ、シェアしてるんですけど、昨日、一昨日なんかもですね、ちょっと最近、なんかキャンバね、これもこの前話しましたけど、アフィニティと合体するって話ね、しましたけど、キャンバ使って、生成した画像をキャンバに取り込んで、キャンバってテンプレートがたくさんあるんですよ。まあ、いろんな、本当に自分が作りたい、まあ、画像とか動画のテンプレートを用意して、そこにこう自分で素材を持ってきて、オリジナルのものを作るってことができるんですけど、なんかファッション雑誌風のね、テンプレートがありまして、で、そのファッション雑誌のテンプレートを使って、ピクセルアート持ってきて、で、なんか、私が作ってる画像って、まあ、皆さん見てないかもしれないですけど、女の子がね、こう、おしゃれな格好をしている、まあ、縦長の画像なんですよ。なので、まあ、それをこう、そのまんま、こう、ファッション雑誌の、まあ、背景というか、表紙画像みたいな感じで使って、ちょっとね、楽しんでるというか、別になんか意図があるとか、ファッション業界の転職を狙ってるとか、そういうの全然ないんですけど、なんか、いや、面白いなと思って、
なんか可愛いな、面白いなと思って、もうただ遊んでるってだけです。本当に遊んでるだけ、本当にね、うん、っていう感じで、最近ちょっとそのファッション雑誌の表紙みたいなものを作るのにハマってるというか、いや面白いなと思って、もう気づいたら時間どんどん過ぎてってるっていう感じでね、うん、ガチハマりしてます。はい。その中でまあちょっとね、今後アニメーションもやってみようかなとかね、ちょっとね、いろいろそのピクセルアートを基準として、まあいろんな幅が広がりつつあるんですけど、っていうその途中経過をですね、まあリンクトインでは、まあ発信しているというか、うん、まあその作った画像をシェアしているわけですけど、これ聞いてくれてる皆さん、まあ大半の方は日本人ということで、多分リンクトインもやってないし、私とつながってる方あんまりいないと思うんですよね。ってなってくると、私が作ったその画像とか、まあ今後動画とか作っていくと思いますけど、をシェアする場所ないなと、うん、まあちょっと前から思っていて、まあ X もね、アカウントはあるし、まあ前々から使ってはいるんですけど、最近その X をあまり開いてないし、あまり使いたくないというか、うん、まあ余計な情報が結構たくさん来るので、やっぱり、うん。なので、まあ、あんまりこう、使いたくないというか、そこでシェアする気にはならないっていう感じなんですよね。今ね、私の気持ちとしては。はい。まあ、だから、だったらもうなんか、ポートフォリオサイトみたいなものを作って、その、まあ、今までは散々ブログとかね、3、4回ぐらい挑戦して、まあ、全部失敗してきてはいるんですけど、まあ、サーバーレンタルするなり、なんか、ブログ、サービスなんかいろいろありますよね。まあアメーバとかなんかウィックスとかそういうサイトを構築するためのサービスとか、まあ利用するなりして、なんかその自分の作った、まあ、画像動画を投稿上げて、でみんなにもう自由に見てもらえるサイトというかものを作れたらいいなって今考えてるっていう話です。はい。どうなんですかね。まあ、リンクトインはね、やっぱ基本、やっぱ、私の、まあ、なんだろう、個人的な情報というか、うん、もう結構、なんだろうな、本当リアルで、情報も出して、みんなで繋がってるっていう、まあ、SNS、ビジネス SNS に、なってるので、なんかこう、まあ、クドラジでね、あんまりこう、リンクトインを紹介して、フォローしてとかっていう感じではないんですよね。うん。やっぱリンクトインを使ってるユーザーさんにしか、まあ、見れないようになってるっていうのがあって、まあそれはそれでね、全然いいんですけど、なんかやっぱりもっと気軽に、うん、こんなもの作ったよ、見てくれって言って、みんなに見てもらえる場所というか、が作れたらいいなと思ってるんですけど、うん。まあブログみたいに、文章を投稿する気はさらさらありません。はい。それに関してはもうリンクトインで済んでるというか、はい。毎回まあ、作った画像に加えて、まあ、一言二言加えて、添えて、投稿してるっていう。まあ、リンクトインに関してはその画像だけじゃなくて、まあ、それ以外にも、まあ、X のつぶやきみたいなものなんかもね、一日一投稿、まあ、昨日も話しましたけど、している状況で、まあ、なんかブログを書きたいっていう気持ちはないんですよ、全然。ブログを書きたい、文章を書きたいっていうのはなくて、もう単純にただ画像をみんなに見てもらいたいっていうだけ、うん、だけなんで、本当に、もうめっちゃシンプルな、もうサイトのトップページ行ったら、もう画像がバーってできて、なんか、ね、一覧で全部見れるみたいな、まあそんな感じでいいかなと思ってます。だから、まあ、なんかワードプレスとかね、使って、もうめっちゃシンプルな、そのテンプレートとかね、使えば、まあ多分できるんでしょうけど、うん、まあ、そういうのを今ちょっと、まあ、模索中というか考えているという状況です。はい。まあ、今日ね、この配信で、なんか、いや、ポートフォリオサイト作りました見てくれって言って紹介できたらいいんですけど、ちょっとなかなか、はい、まあ、サーバーレンタルするにもお金もかかるし、うん。ね、まあ、ワードプレスの構築するにも、まあ、だいぶ時間がかかったりするので、まあ、そんなすぐにはできないんですけど、まあ、どうしようかなっていう、ことを考えているっていう話をね、今日ちょっと聞いてもらいたくてお話ししてみました。はい。いやー、どうすっかね。まだ悩んではいるんですけどね。まあ、サーバーの維持費とか、まあ、ドメイン代とか、まあ、その辺は大した
ね、1年間に1万ちょいぐらいですよね、大体ね。うん。だから、まあ、そんなに大した維持費でもないんですけど、まあ、お金かけないことに越したことはないというか、ね、もちろん、他の無料でできるサービス、もっと簡単にできるね、サービスとかもたくさんありますけど、やっぱ、サーバーレンタルしてワードプレスでやった方がいいのかなとか思ったりね、してはいるので、わかんないじゃん。だって、もしかしたら、ピクセルアートもしかしたらすぐ飽きるかもしれないし、そこもあるんだよね。結局、そのピクセルアートとか画像生成にハマってるから、それをシェアしたい場所が欲しいというものであって、じゃあ、ピクセルアートとか画像生成ちょっと飽きてきたな、やめようかなってなったら、そのサーバーの存在意義というか、そのサイトの存在意義がなくなってしまうので、そこもね、迷ってるんだよね。まあ、私、飽き性なので、やっぱり、ハマったと思ったらすぐ飽きるというか、と思ったらまたなんか別のものが出てきて、ハマるというか、ね。まあ、これ聞いてくれてる皆さんは多分わかると思いますけど、私のことよく知ってると思うので、ね。今年入ってからもフーディーにやって、やめて、その次なんだったっけ？その次マーベラスデザイナーか？もう、やめたってことになってるけど、はい。もう一週間ぐらいで、ね、ある程度分かると、ちょっとやめて、今ね、ちょっと止まってます。はい。で、実はね、これもまだ言ってないんですけど、ちょっとあんまり大きな声じゃ言えないんですけど、英語の勉強もちょっと飽きてきてます。なんかね、ピクセルアートに時間を費やしたくて、なんか、その時間、英語勉強してる時間、まあ、10分、20分ぐらいなんだけど、たったの。なんだけど、あ、この時間、英語じゃなくて、いや、ちょっとピクセルアート作りたいなとか、この画像のここちょっと変えたいんだよなとか、っていうのが出てきている。で、まあなんか、一応頑張ってはいるんですけど、英語もね。毎日触れようと思って頑張ってはいるんですけど、まあそういう感じで、本当ハマったと思ったら飽きて、ハマったと思ったら飽きてっていう感じでね。で、今はね、それこそまた、ポートフォリオサイトの構築にちょっと興味が出てきたりとか、あとは、まあ、ピクセルアートのアニメーションですか。に興味が出て、どうやったらその、ピクセルアートってアニメーションできるのみたいなところ。まあ、もちろん、その、なんか、ピクセルアートをアニメーション化するソフト。AS プライトだったかなとか、まあ、他にもたくさんね、あったりするんですけど、あれですよ。VTuber とかがよく使う、Live 2D っていうソフトウェアとか、あとね、ゲームとかでよく使われるらしいんですけど、スパインっていうものだったりとか、あとはスプライトスタジオだったかな、無料とかで使えるんですけど、まあ、そういったなんか、アニメーションのソフトウェアにね、ちょっと興味が出てきて、昨日も休みだったんで、もう一日中その辺のこと調べまくって、で、どれがいいかなーって調べてたと思ったら、なんか、実はドット、まあ、ピクセルアートか、ピクセルアートのアニメーションを制作するのに、アフターエフェクツがいいという話が出てきて、え、アフターエフェクツ？と思って。ここでアフターエフェクツ出てくるんかと思ってさ、ね。まあ、アフターエフェクツ使えないわけじゃないんですけど、ね。まあ、ちょっといじったことがあるぐらいで、いや、まさか、ピクセルアートをやってて、アフターエフェクツ触ることになるとは思わなかったな、みたいなね。話とか。はい。なんだったらさらにユニティの話出てきたりするからね。ブレンダーとか。そう。だからそっから繋がって、さらに、フーディーにでもいけるんじゃねえとかって感じで、それこそね、スティーブ・ジョブズのコネクティング・ザ・ドッツじゃないけど、なんか、適当に点打って、ね、フーディーにとかやってたら、もしかして、戻ってくるというか、点と点が繋がって線になったんじゃねえかみたいなね、感覚をちょっとだけ味わったりとかしてるんですけど、はい。まあ、そんな感じで、もう、いろいろ、なんか、ひしめき合ってます。はい。そんな感じなんでね。はい。どうなるかわかりませんということで、まあ、ポートフォリオサイトを一応今、検討していると。もしそれが、ま、出来上がれば、ま、リンクトインとか使ってる使ってないに関わらず、その、私が作った画像とか動画とかを、まあ、見やすくはなるんじゃないかなと思い、まあ、大したもん作ってはいないんですけどね、ほんとね。まだ始めたばっかりだし、そんな大したもの作れてはいないんだけど、なんかどうしても、
なんかね、もっとみんなに見てもらいたいなっていう、まあ、承認欲求というか、うん。なんかね、クドラジで作りましたって言ってるくせに、ね、みんなに見てもらえないっていうのが、なんかもどかしいなと思っているので、まあ、ちょっと検討してみたいなと思います。ただまあ、ちょっとね、今結構お金かかる時期というか、はい、スマホも買い替えようかなとか言ってるタイミングなんで、ちょっとどうなるかはわかんないですけど、はい。まあちょっと、ポートフォリオサイト構築して、みんなが見れるようになったら、また、なんか、くだらじでね、こうやってお話ししようかなと思ってますんで、続報をお待ちください。はい。というわけで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。今回もくだらじ聞いていただき、ありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。